はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。カンタです。お願いします。ということで、本日ね、まあトミーくんのね、頭いじくり、坊主頭をこのぐる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 ってしてしまうね、坊主をしてから、途端についてしまったあの癖についてね、また企画を一つやりたいなというのがあったんで、ちょっとやらせてください。はい、以前山田電機さんに行ってね、頭を触るたんびに減額っていうのをやったんですけども、本当に無意識のうちに頭を触ることがやっぱ多くてですね、僕最近撮った動画の中でトミーくんが頭を触っているシーンをね、ちょっと集めたんで、まずそちらをご覧ください。めちゃめちゃ触ってるっていう、別に悪いことではないんですけども、気にはなっちゃったなと、僕自身。ということで、じゃあどうすればトミーくんが頭を触らなくなるのか勝手に考えました。これで治らなかったらもうしょうがないですね。どうするかと言いますと、要は頭を触った時に何か恐ろしいことが起きたら、人はそれが恐怖心となって二度とその動きしなくなるんじゃねえかなということで、本日トミーくんを連行いたしまして、とある空き地に連れて行きますと。でそこで、目隠しを外していただきまして、カメラの前で待機していただきますと。おそらく普通で言ったら外した瞬間にこう触るんですよね。なんで頭を触った瞬間に爆発をしていこうかなと思っております。なんでね、頭を触った時にね、爆発したらさすがにトラウマになっても、トミーくんは、二度と頭を触らなくなるんじゃないかなということで、頭を触ったら爆発しちゃうドッキリしていこうと思います。では、行ってみましょう。すごい寝ました。すごいたくさん寝ました。まあ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 、ですか？かなりの時間移動してるんですけども、飛行機ですかこれは。いや大丈夫です、大丈夫です。ちょっととあるね、場所に向かってるんで、ゆったりしていただければなと思っております。はいはいはい、寝るわ。お疲れ様です。じゃあもう少しお休みください。ということで、爆発する場所に来ました。ありがとうございますね、今からここにトミーくんこの石のところに立っていただきまして、で、目隠しを外してくださいって言って外して、でもうこっからここでお待ちくださいって言うんですけども、トミーが、まあ、待ってる間に今までの感じだったら絶対頭をこう触るわけですよ。その瞬間に後ろが大爆発するんでね、もちろんね、安全に注意した状態でいろいろな方に協力いただきまして、トミーが頭を触った時に、爆発するようにはしておりますと。でね、事務所の方々のね予想でも、まあ比較的すぐトミーは頭を触るんじゃないかなという判断にはなっているんで、かなり短い間の滞在とはなってしまうかもしれないんですけども、ちょっとトミーくんを今から呼んでいきたいと思います。このシーンと爆発が同時にいけるわけでしょ。後ろにトミー呼んでいきましょうか。はい、お疲れ様です。寒めちゃめ寒いです。寒くない？ちょっとの空気。行こうぜ行こうぜ、ないように、はい、じゃあ行きましょうか。はい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 、危な面白じゃあ、あ、じゃあこっち。お疲れ様です。お疲れ様です。トミーさん、寒いな。どこだよあと半分ぐらいですね。距離がちょっとあるね、今日は。そうちょっとこの辺もんで、え、この辺もんで、ちょっと、あー、いいわ、機嫌取っとかないいや、肩ゴリゴリ肩やべえこの人肩やべえな。まあちょっとね、映像を撮りたいだけなんで、寒い寒い、ここで
こっち向いといてください絶対。はい、ここ、これ絶対動かないでね。はい、で、ちょっと待ってじゃあちょっと僕が合図を出したらアイマスクを外していただきまして、うん、基本的に目の前にカメラがあるんでそっちの方を見て待機しててください。はい、大丈夫ですか。なんだっけちょっと行きますか。いやめっちゃ触ってるもんめっちゃ触ってる大丈夫かな。じゃあ行きますよ。アイマスクを外してください。あ、まだ、え、触んない。あれ触りそうで触んない。あれ、あ、っていうことで、はい、ここ最近の頭触り、はい、いろいろな動画の映像でね、集計させてもらいまして、うん、やっぱりかなり触ってるということで、うん、トラウマを植え付けようかなと思いまして。なんで悪いことじゃなくて、ね、悪いことじゃないんだけどまあ爆発するかなって思ってたらどうかなと思って。あ、もう今触ってたわ。でもなんか見たことあるな、そういうので。なんだここ眩しいと思った、確かにということで、以上今日のミスターヨンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。